ロシアは新しい地球を作る。今も表に出てる中共、あのロシアじゃないですよ、プーチンのロシアじゃない。だから僕はロシア地下政府と言ってるんです。このロシア地下政府ということは、皆さんいろいろマスコミをお呼びになり聞いてらっしゃるでしょうけども、マスコミは取り上げるできませんよ。しかし厳然としてある。マレンコフの時代からずっと続いたんです。今もある。表に姿を見せない。ロシア国民がやがて世界で生き、ロシア国民が世界を支配する、そのビジョンなんです。だからみんな地下に隠れてるね。これでこれからの時代のある部分がお見えになったと思いますが、なんで北方四島であんな小さな小さな島、エトロフやカトラのなんとかいう小さな島、なんで中共が返してくれへんねんと皆さん思うかもわかりませんが、大きな大きな広い広いロシアからしたら、北方四島なんて鼻くそやねん、返さないです。なんで北方四島をバネにして対日戦争を始めることができるから。戦争への餌なんです。ロシアにとってそんなどうでもいいですよ、その島は。世界それをバネにしながら政治的に、そして戦争のバネに使う。皆さんも別に脅してるわけじゃなくて、そういう状況がすでにできつつあるということを覚えておいてください。そういう中で日本はこれからどう進むのか、進まされるのかということを後半でお話します。ちょっと休憩してよろしいですか。そこに核戦争回避に責任っていうのがありました。で、核兵器を持っている5カ国ですね、アメリカ、ロシア、中国、あるいは中共、フランス、そしてイギリスが、共同声明を発表して核戦争はダメだということを決めたというのがその左でございます。なおその左、新約黙示録8章1950年と書いてありますね。今から約2000年前に、黙示録はそれを予告しているわけです。予告、何を、もう一遍言いますけど、約2000年前、核戦争、2000年前に核戦争なんかあったかと皆さん思うかもしれませんが、まだいつか話がいけなければならないか分かりませんが、あのパキスタンのところで紀元前に核戦争があったんですね。またいつかその説明をしなくてはいけませんが、まあ、そのパキスタン云々を横にしてでも、この黙示録8章第1の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると血の混じった雹と人が現れて地上に降ってきた。そして地、大地の3分の1が焼け、木の3分の1が焼け、またすべての青草も焼けてしまった。もっぺん言いますけど、これが今が約2000年前のことがあるんです。上から血の混じった雹と人が現れて地上に降ってきた。これ何と思います？自然のままで真っ赤なやつが上から降りてきて地上を燃やしたとも取れんことはないけれども、2000年前に書いてますから、このヨハネの前に先ほど言ったように先見の目先に見えるわけです。だからその時代のものとしては血の混じった雹と火でしょうけども、今だったらすぐ分かる、ミサイルです。そして化学兵器ですね。そうでなかったら血の3分の1が焼け、木の3分の1が焼け、全ての青草も焼けた。これはもう核戦争ですよ。そういう以外ないでしょ。世界で一番古い書物、これ旧約聖書なんですね。旧約聖書の始まりは創世記というんです。創世記、皆さんご存知のモーセが神から啓示を受けて書いてくれたわけです。ほんでモーセ自身はこの創世記のほかに出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、5つを記録したんです。全部残ってます。有名な映画で10回っていうのがありました。そういった私は10回も見たよ、私は9回やという人が分かりませんが、その回はちょっと違うんですね。それ今しめ回、これは2番目の出エジプト記、民数記、申命記、これの映画化なんです。だから有名なチャールトン・ヘストンというのがモーセの役にありましたね。だから今から約3500年前のことを映画化してるわけです。だから映画化ですけども、正確かどうか知らないけども、
今もアメリカ、ヨーロッパ、ロシア、世界のほとんどの人々はそれは真実だと知ってるわけですね。日本人は知らない。日本人は旧約聖書という世界最古の書物は、これは宗教の本で、あんなもん読んでもしゃあないわ、そういうことを読まないことがエリートだと思ってるか分かりませんが、だから私たちはドイツ、ね、カントとかいろいろな哲学者ありません、音楽家いっぱい、ドイツ、あるいはオーストリア、フランス、イギリス、何でもいいんですけど、これ全部日本人は研究しても分かってないんです。本当はなぜかと言ったら、世界最古の書物、今の3500年前のモーセのものを大体ベースにしてる、全部。それを研究しなかったらアメリカ、ヨーロッパ人が何を考えてるか分からない。逆にアメリカ、ヨーロッパ人のことが分からおうとしたら、これを知ったらいいんですよ。だからさっき言ったねえなんです。申し訳ないけど、僕はちょっと偉そうな言い方をすれば、19歳の時に世界最古の書物であるこれが世界で最も大きな影響を及ぼしているのが旧約聖書だと分かったんです。そしてその当時髪の毛もまだまだブワーッとあったからね、こういう上でガーッとやりながら19歳、ほんでブーッと研究したんですよ。これが分かれば世の中の全ての根本は分かる。だからキリスト教会行く、そんなもん行かない。旧約聖書を研究する。だからキリスト教会行って行けば、うちの教会の方針はこうで、うちの教会の方針はこうでとかあるやん。僕はそれ嫌でした。だから聖書そのものを研究したいと思ったんです。だから聖書とは何か、記録書なんですね、歴史書、逆に未来書でもあるわけですよ。で、今から19年前に僕はそれに出会って、ほんでこれを研究し続けるためには何をしたらいいかなと、どういうふうにしたら職業を選べるかなと思って、ほんでやがて22歳になって大学を卒業しますがね、その時に学校の教師になろうと思ったんです。高等学校の教師、春休みもあるし夏休みもあるし冬休みもあるね、え、夏休みなんて長い期間があるから外国へ行ける、調査もできる。だから僕はギリシャとかメソポタミアとか随分歩き回りました。ついでにその中に加えるならば、先に出てきた韓国もみんな調べました、うん、だから偉そうな言い方ですが、19歳で旧約聖書に出会って研究して、もうほとんど毎日研究してますから、それからずーっと来たんですね。先ほどちらっと言いましたが、もういよいよ80やということは、60年間ずーっとやってたんです。まだ終わらない、うん、真実を話す、真理を話すということはどういうことか、殺しに行きますよ。世の中は偽りに満ちてるから、先のあれ見ても、これ我らはこれからもう核戦争をやめてやれる、ある人これ見たら、はあ、これからもう核戦争が終わるんやと思って、嘘でしょ。今から2000年前に書かれたヨハネの黙示録は、今言ったよ、上から火の混じった氷が落ちてくるって言ってるね。すごいんですよ。これはなんで2000年前にそんなこと分かってたんや。ちょっとついでにいくと、旧約聖書というのは旧約聖書というのは39のいわば本が集まってるんです。で、一番古いのは今言った創世記や、それからずっと来て最後にマラキ書っていうのがある。マラキという書物、これで39、マラキ書で一番新しい部分で紀元前 BC 400年ぐらいです。だから一番古いやつが BC 紀元前1500年、だから1100年間かかってるわけです、旧約聖書だけで。そんな本ある？1100年間書き続けられて集められた、もし1100年間続けられてそれぞれの時代で書かれてきたら、合わさったら矛盾があるわね。ここで後悔だけど、こっち来ないやんか、これなんだこれはというのあるの、全然矛盾がないんです。全部読むとお互いが補い合っとる、不思議だね。だから僕は33歳になりまして、教師になったのは22で、33歳になった時にもう学校の教師は辞めたんです。もう学校の教師はしてたら人生の時間が足りないと思ったんですね。ちょうど
33歳になる少し前に1973年忘れはしませんわ、10月の6日第4次中東戦争が勃発したんです。ほんで授業終わって僕は教室、教員室に帰ってきたら先生方が僕を見てて、僕は地理と日本史を教えてましたから、宇野先生今起きてる中東問題俺ら分からんねんけどもちょっと教えていただけませんやろかいで学校の先生がみんな言うたんですよ僕に。それでおこがましくも33歳の若僧が全部の先生の前で地図がありません、世界の大きな地図で、ね、学校時代に習ったでしょ、それを職員室でザーッと下ろして、でこれがイスラエルでこれがシリアでこれがエジプトで言ってザーッと見の、ほんでやがてこの第三次世界大戦はオイルショック、世界をオイル石油で引っ張り込む、そして中東問題がついやすよ、中東問題が中東にとどまるのではなくて世界問題になると言ったんです。でみんなおお僕はその瞬間に学校の教師辞めようと思ったんですね。なんでや言うたら、学校の教師といういわばレベルが高いというかエリートと自尊している人たちが今世界を揺るがそうとしている中東問題が分かってない、だから学校の教師で子どもたちに教えるのも悪くはないけれども、これじゃ時間はないわと思ったらね、ほんで辞めたんです。それ辞めたら大変ですわ、なんでや給料入ってこなくなる、ボーナスも大変ねえ、まあ今から思えばどなして生きてきてんということは分かりませんが、もうねどうして飯を食うかなんてもうほったらかして、もう俺はこれを研究してもっと広げようと思ったらね、一番困ったのは34歳の時、ある役所から僕に連絡があって、出頭してくださいと、何やな思っていたら、1年前に学校の教師を辞められたけれども、お辞めになる1年前からの税金を払ってもらわなきゃいけませんって言われたよ。お金ないがな、ねえ、パンの食パンを食べれなくてパンの耳ばっかり食ってたんです。もうそんな時に税金払えって言われたらちょっと大変でしたね。どうして払ったのか記憶ないんです、だけど払ったみたいですね、分からないけど、ほんでこれからだけど大事な時代やと、中東がこうなってきたからと思った、ほんだらいろんな企業から会社からユダヤ問題について教えてくれませんかって言うてきた、教えてくれませんかってどういうことや、中東の問題やそれとも旧約聖書新約聖書、キリスト教という宗教ではなくて聖書そのものは何を言ってるか教えてほしいんだって言ってきたんです、大体大阪を中心に。ほんで僕はほとんど毎日のように、企業に出て行ってその幹部たちにユダヤ問題とは何か話しましたね。だからそういうふうにしてどん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 企業の間にユダヤ問題が広がったんです。ほんだら講演料っていうのいただくやんか、悪いけど、でそれで生活ができたわけですね。だから地位も名誉もなくなったけども、そんななくなってもどういうことはない、だから自分としてのことをもっと研究していきたい、この真実をもっと知り、もっと勉強したい、そしてもっと日本人が知るべき時が来ると思ってましたから、だからそれで給料をいただけたら、まあ給料というか講演料というかな、それでいただいたらまあありがたいことで、まあまあほんまにありがたい。その時に僕は条件つけたんです、講演させていただきまして講演料いただきますが、いわゆる源泉徴収費はその企業で払ってくださいと言ったんです。僕は税金払わないと、だから払ってくださいと、で講演料は僕いただいて、それのための税金は企業でお払いください、でもみんな言いました、そら払いますよなって言ったんですよ。ほんでからね、僕はたくさんお金もらいましたね、もう容器がたまって問題やなと、これどないしてお金つくたらいいね、紙切れやから、このうちにインフレーションになって意味がない、よし金に変えようと思ってね。ほんでその時から素人なりにある程度紙切れが溜まってきたら、紙切れでお金ですね、紙切れが溜まってきたら金に変えた、でみかん箱みたいなところに掘り込んだんです。ほんで金に変えて行ったら金がどん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 上がるじゃないですか、その時に1グラムが1200円ぐらいが長かったね、1グラムが1200円ぐらいずっとやったんですよ、僕は30代40代の初め頃ね、今7400円でしょ、1グラムが、1グラムで分かる、鼻くそぐらいよ、もうちっちゃいちっちゃい、それがなんで7300円7400円やろと思うと
もうびっくりするわね。だから金を持ってたら別にいわゆる企業で雇ってもらわなくても自分としての信念を研究し発表していけばいいかとそう思ったんです。まあ今に至るまで僕のほんまにしょうもない、まあ、人生観ですね。すいません、聞いていただいて。話は元に戻します。そこで今の4ページのところでございますが、もう一度その左上のところです。